今日の対戦相手は高見盛り、8勝2敗で追いかけます。昨日は嬉しい勝ち越しを決めた高見盛り、右を差して返しますと非常に力のある相撲を取ります。一方の千鳥龍は今場所は前に出る踏み込み突き押し、元気な千鳥龍の相撲がこう戻ってきたような気がするんですか。そうですね、やはりあの体に張りがやっぱり戻ってますね、はい、こちらが高見盛りです。昨日も右を差して返しました。まあ、各十両の力士はこの高見盛りと対戦する場合はこの右の差しでどのようにしたら返されないか、このあたりを注意すると思います。東方千鳥東十両11枚目アメリカ千鳥出身友綱部屋、西方高見盛り東十両13枚目青森県北津軽郡北山島出身東関部屋。その高見盛りの右の返し、対戦する千鳥龍について今日は向正面内藤アナウンサーですが、内藤さん、はい、千鳥龍はこの右封じはどんなことを考えてますか。そうですね、あの先場所は確かあの取り直しになったんですよね。そうですね、で取り直し後の一番も右を刺されて救われてしまったというんですよね、はい、十分警戒はしていたんだけども刺されてしまったと、うん、ただ先場所はね自分の相撲に馬力がなかったと、はい、今場所は自分自身馬力があると思うのでね、すぐに突っ張りを繰り出すことができると、はい、このスピードでねなんとか右差しを封じたいと言ってましたね。とにかく右を刺しますととんでもない力を出しますよね。そうですね、あの見た目より身長がありますので、はい、こう重心が上がってしまうんですよ、返されるとですね、はい、あの同じ重量の玉力道に話を聞いたことがあるんですが、はい、その高見盛りに右を刺されたらどうしますかという話を向けますと、左の肩をこう下げて脇を締めるようにしますという話をしているんですね、はい、あのその刺し手を殺すということですね、はい、先場所は取り直しで高見盛りが勝ちました。最初は千鳥龍が軍配をもらったんですが、取り直しの一番は高見盛りが右からのすくい投げでした。千鳥龍としても今日の一番勝ちますと10勝、まだ千鳥龍は2桁の勝ちがありません。あ、一つの壁ですね。そうですね、今日は思い切って突き放していくんじゃないですかね。うん、その内藤アナウンサーのリポートにあった刺される前の突き放し見られますか。8勝2敗高見盛り、時間いっぱいです。セントリュー出ました、セントリューの勝ち、10勝目セントリュー。今日は右差し許しませんでした。セントリュー、いやーリポート通り前に出る圧力がありました。セントリュー10勝1敗です。初めて勝ち星を2桁に乗せました。今の相撲です、立ち合いはどうでしょうか。うまい具合に下から立ってるんですけどね、やっぱり先頭龍この馬力ですね、はい、今場所のすごいですね。うん、全く右を差すことはできませんでした高見盛りです。三瓶さん、はい、立ち合いの馬力ということを関取自身もね先ほどのリポートでご紹介したんですが、はい、それとね今場所は立ち合い全く迷わないというんですよね。思い切っていけていると、はい、今日の立ち合いなんか見てももう本当に迷いなしの立ち合いでしたよね。そうですよね、あまり変化というのがないですよね。そうですね、千鳥龍がまず1敗の3人のうちの千鳥龍今日勝って10勝1敗です。高見盛りは敗れて3敗、8勝3敗になりました。